市貝町からはフライングディスクご紹介します。じゃあ今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。フライングディスクの競技のご説明をお願いします。はい、よろしくお願いします。今回国体で、やります競技はフライングディスクの中の、一つの競技でありますディスクゴルフという競技になります。ディスクゴルフにはこちらの方にありますようにフライングディスクを使います。はい、ボールゴルフもドライバー、アイアン、パター大きく3種類あるかと思いますがディスクゴルフの場合もちょうどドライバー、これがアイアンで、これがパターというような感じになります。重いですね。結構重量がありますね。なんか子供の頃遊んだこういう道具よりずっとずっしりしててしっかりしてるイメージがある。スタートのティーがですね、ティーがあってゴールまでこれを投げていって最後にちょうどこちらに見えてますけれども、はい、これが最後のボールゴルフというところのカップですね。ちょっと外側に出てますけど、これが、カゴと我々は呼んでます。カゴ、はい、でこれに最終的にディスクをこう投げるとですね、こういう当たってここに落ちます。でこれで、カップインということですね。あ、非常にいいですね。今のすごい綺麗でした。綺麗でした、はい、すごい綺麗です。ふわっと、はい、なんだろう、この入った時の気持ちいい、 いいですよ、ね、爽快感は何でしょう。はい、一緒に回ってもらおうと思います。まず初めて3ヶ月でしたっけ、はい、高野さん。高野です。高野さんです。よろしくお願いします、はい、お願いします。先日行われた、日本選手権でチャンピオンになりました。マスターレディース部門のチャンピオン、日本一ですね。40歳以上、はい、はい、金弘さんです。金弘さん、はい、よろしくお願いします。回ってもらいましょう、はい、目指すはあの黄色い、黄色の、はい、綺麗な黄色のところです ね、 ですね、はい、じゃあ行ってみますね、はい、大谷翔平って言ってました。じゃあ行きます。あれうまいですね。本当、はい、飛んだ。ちょっと何も言わないから、いやいや、あ、微妙だったのかと思った。ちょっと想定を超えましたね。やったー、うまいです。ああいう感じで助走して、すごい、あれ、うまいですね。うまい。あ、どうぞ。こういう感じで決して飛ばさないけど、ぴったり寄せるという、はい、これコントロールしながら。そうなんですよ。だから飛ばすだけではないので、コントロールして置きたいところに置いてったらね、はい、ナイスインって言います。はい、ナイスインです。カップ、はい、ナイスインです。ナイス。ナイス。同じようにマークをしていただいて、この感じで私も入れたい。はい、いきます。どうぞ。入った。入った。ドキドキした。ナイスです。ドキドキした。入った。気持ちいい。まず間口がすごく広いってことですね。誰でもできるっていう競技だと思います。年齢っててもやりやすいっていうのはありますので、早く、もっと早く知ってればよかったなって思うぐらいです。国体で、上位に入ること、そして今後はやっぱりいろんな全国の大会、そしてうまくいったら韓国とかアメリカとかの世界の大会に行けるようになりたいと思ってます。